どうも。どうも。オーシャン東京原宿スタイリストの木村と、オーシャン東京アシスタントの土屋拓海です。なぜ、まあ、今日は土屋くんなのかというと、はい。まあ、12月になりまして、なりましたね。そうですね。木村のアシスタントになっていただきました。いえいえいえ。はい、土屋さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでね、皆さん、ね、知らない方も多いと思いますので、はい、こちら動画として紹介をさせていただきたいと思い、はい、そうですね。僕のことをみんなが知って、僕のことをみんなに知っていただければ、僕も来てくれた時にね、お客さんとしてテンション上がっちゃうんで、ぜひ、あ、動画見ましょうと一声かけてくれれば、ちょっと今日はみかみで何言ってるか分かんないんで、はい、いつもこんなテンションじゃないんですけど、あの緊張してるのかな。そうですね、ちょっとカメラ回ると、そうだね、なんか構えちゃうところがあるので、はい、砕けろ砕けろ。そうですね、基本的にあの僕とあの土屋くんで、はい、そうですね、12月からやっていきます。お客様を幸せにねしていきたいと思われます。はい、思われますと。いうことで、はい、セットします。はい、コテ使います。はい、一回動画来た。はい、じゃあ今日はコテの19ミリを使って土屋を無造作風なセットに持っていきたいと思います。普段タオルドライばっかでしょ。そうですね、もう基本タオルドライしかないです。でしょ、タオルドライでやる動かし方と、まあ、コテでやる動かし方っていうのは全然違って変わってくるので楽しみですね。そうですね、ちょっとクオリティという部分で19ミリで、今日は、アイビルではなくワンダムの19ミリを使います。うお、はい、土屋くんは何をしてるんですか。はい、普段休みの日は、休みの日は割とブラブラ行きますね、いろんなところに。何得意分野。得意分野、割とまあ古着散策だったりとか、まあ大体いつも行ってるお店は決まってるんですけど、ほとんど三軒茶屋です。三茶。三茶ですね。三茶なんとお店にするんですか。三茶のノワールっていうお店がおすすめです。ノワール。ノワールです。ぜひ行ってみてください。あの雑誌のグラインドっていうと、あのちょっとシャレオツな雑誌にもなんか取り上げられてびっくりしました。結構いい感じのお店です。あの もうちょっとテンション、あ、低いな、素でちょっとそんな感じじゃないでしょ、いつもあなた。まあそうですね、はい、どうでしょう、これ土屋くんの動画といっても過言ではないわね。あ、やばいやばいやばい、はい、まあ、シャンプーでこだわってる点は、こだわってる点は、もうやっぱ緊張してたら、まあ緊張をそこでほぐしてあげようかなとか、まあ技術はもちろんなんでそこは置いといて、まあとにかく自分のシャンプーでいかにこのオーシャン東京って楽しいとこなんだなっていう、ね、思ってもらえるような気持ちよさも感じつつね。そうそうそう、気持ちよさ。なるほどね。そうです、隣でちょっと太田が邪魔してるから、ちょっと、そう、皆さんも大好きな太田が、あのみんな大好き太田、ちょっと太田に負けないで、はい、頑張ります。俺の無音の方がうるせえかもしれない。ガサガサ無音なのにうるせえ。今日使うワックスはエアー、エアー取って、エア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 やで、エアを使います。まあこんなふざけてるように見えるんですけど、シャンプーは気持ちいいシャンプーしてくれます、しっかり。はい、はい、帰るとね、チームワークを発揮していきたいと思います。今月から、やっぱね、全てはお客さんのためなんでね、来てよかったなと思ってもらえるように最初から最後まで全力でやらせてもらいます。イエイ。もう毛がすごい。
プレミアムトリートメントした方がいいよ、これは。あ、本当ですか。あなた。やった方がいいですかね。あなた。多分僕プレミアムやったらビフォーアフターすごいと思う。ちなみに僕の髪説明するとどんな感じですか。ん？どんな状態ですか。説明すると。軟毛で細い。あ、ダメージやばい。ブリーチしすぎた。そう。あ、こちらも同じく島崎さん動画撮ってるんで。レアで、チキマさんの声が入ってるんですが、気にしないでください。もうね、エアーで水分を入れてもパサつくんで。まあちょっと男っぽくなりますね。そうなんだ。これにオーバードライブとかクレイとかやったんで、かなり毛が原型がなくなるんじゃないかと思っちゃうぐらい。ブチブチと聞かれない。全体をいい感じにほぐして整えていく。やっぱ、はい、じゃあちょっと全体を整えて、コテで作る無造作っぽい感じで、ちょっと近くに来て。あ、みんなこれやりたくなっちゃうな。しっかり凹凸を出してセットするのが一番のポイントですね。こういうパイナップル頭の人は、おお、ジェジェジェ。あ、皆さんみんな知ってるかな。真面目にやるよ。アマちゃんっていうね。ちょっとね、土屋くんね、普段は違う。こんななんかちょっと硬い感じですね、今ちょっと。硬い感じなんですが、お店に来たら明るい笑顔でね、出迎えてくれるので。まあ紹介するついでにセットしたって感じだね。そうですね、今日は。またまあ2人でどんどん動画の方も上げていきたいと思うので、はい、少しちょっとずつでも知っていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこれいいな。はい、じゃあ横と後ろもこんな感じですね。はい、はい、どうですか。はい、はい、じゃあもう一回ゆっくりゆっくり。そう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 。はい、はい、王道だけじゃなくて何が起こるちょっと太田さんに対抗した。ああ、なるほどね。パクリじゃん。そうですね、ちょっと大里似た要素あるんですけど、またちょっと違うジャンルの人なんでね。はい、はい、ちょっとこれから動画一緒に出して、はい、はい、ちょっと皆さん知ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、木村チームでした。はい、ではでは、また店でお待ちしてます。お待ちしてます。ご予約お待ちします。はい、あ、チャンネル登録といいねの方をよろしくお願いします。こういうの、こうやってるんですか。いや、わかんないやってみたい。こちらはね、あー、謎の手。バイバイ。はい。はい。